AKB48 の2023年重大ニュース。今回は11位、映画ガールズドライブ公開というものをお送りいたします。この映画、AKB の映画というところで、主演が小栗有以さん、そして、主なメンバーとして山内瑞希さん、倉野成美さん、山崎空さん、この4人がメインの映画です。そして久保日奈乃さんもちょっとだけ出演しているという映画になります。この映画の先行舞台挨拶が2023年11月2日に行われまして、私はこれを見に行ってきましたというところですね。で、この映画の簡単な感想としては、大前提としてアイドル映画として、十分に楽しめるもの、アイドルを、このメンバーたちを可愛く、面白く、描かれているというところがまず十分できているというところですね。それにプラスして、ちょこちょこっとギャグがあって、クスッとさせられるようなシーンがいくつかあって、で、それでさらに、ラストの展開としてですね、ちょっとびっくりするような、こうなるかというようなですね、シーンも用意されていると。その辺の楽しませる要素もあるというところで、思ってたよりは全然面白かったと。アイドル映画というところでアイドルさえ可愛く映ってればいいというところになるんですけども、それよりもプラスアルファでちょっと面白かったという、十分な結果じゃないでしょうかというところですね。で、舞台挨拶だけに関して言うと、もちろん撮影とかも禁止ですし、歌とかもないですし、というようなものだったんですけども、メンバーのことを見れてよかったなという感じですね。このガールズドライブは、おそらく DVD 発売すると思うので、まだ見てない方はご覧になった方がいいかなと思います。私はもう一度見てみたいと思いましたね。はい、今回は映画ガールズドライブについてお送りしました。ありがとうございました。